歩です。よろしくお願いいたします。今回はなぜ藤井四段だけがこんなにも勝てるのかと、他の棋士は一体何をしているのかと、そういう声もちょくちょく出てきてしまっているので、その辺に対して私が思っているところをちょっと述べていきたいなと思っております。まず藤井四段の得意性として、小学校の頃から詰将棋選手権を大人に混じって連覇し続けてるんですね。詰将棋選手権といえば宮田六段ですとか斉藤七段ですとか、もうプロでもかなり強いレベルの方が代々優勝してきたような、そんなすごい大会なんですけどね。それに小学生で参加して優勝してしまうっていう時点でまず異常だと、とんでもない才能の持ち主であるというところですね。しかも2位以下に圧倒的な差をつけて最近は勝ってるわけですね。あらゆる詰みパターンを精通していまして、最終盤の詰むや詰まざるやなところでは競り負ける確率は極めて少ないと、そういうベースを持ってるわけですね。それに加えてやはりソフトですね。三段リーグの途中から本格的にソフトで勉強し始めたと言っているんですけれども、ソフトから与えられる情報量って本当にすごいですよね。その序盤中盤終盤の膨大な量の知識を、10代前半の脳みそを使って圧倒的な吸収効率で今もなお吸収し続けているわけですね。才能の話とか抜きにしても、10代前半の脳と20代30代とか、40代以降の脳ではちょっとね、これはもう吸収率が勝負にならないほど違うというところがありますので、おそらくこれから藤井四段と他の棋士の差は、どんどん開いていく一方だと私は思ってます。私はこの間藤井四段が八冠を取ると、動画で言ったんですけどね、あれ半分ぐらいちょっと冗談で言った部分もあるんですが、半分ぐらいは全く冗談抜きで言ってますね。逆に藤井四段に成長していく藤井四段に一体どうやってその他の棋士が追いつくのかっていうのはちょっと想像できないので、これからどんどん圧倒していくんじゃないかなと思ってますね。もし藤井四段をその任す可能性があるとすれば、やはり今の小学生以下の才能のある子供たちかなと思ってますね。彼らが必死に藤井四段と同じレベルで詰将棋を解きまくったりとか、ソフトで研究しまくったりということをすれば十分可能性はあるかなと思いますね。もっともその人たちの、その子たちの才能が開花するのは今から5年6年先というところになると思うので、それまでに藤井四段がね、ほぼタイトルを総なめしてしまうんじゃないかなと私は予想してますね。年齢問わず藤井四段ですとか千田六段みたいに、ソフトをフル活用して勉強すれば飛躍的に強くなれるっていうことは間違いないと思いますね。例えば激指し14とか、初心者向け講座とかいろいろ入ってるやつを使って、初心者からやっていけば、そうですね、アマ6段レベルぐらいまではもう本当に激指し1本でフリーパスでいけちゃうんじゃないかなと思いますね。別に宣伝とかじゃないんですけど、はい。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。強くなりたいという方はフリーソフトでも激指しでも何でもいいんで、とにかくソフトをパソコンに入れてやってみるといいかなと思いますね。私も以前ちらっと言ったんですが、ソフトで毎日ソフトと1分将棋を指しまして、で任されるまでやって、で任された後にマイナス評価値がマイナス1000とか2000ぐらいのあたりまで戻ってひっくり返して勝つまでやると、そういう作業を繰り返し続けてまして、本当に半年でもかなり強くなりました。本当にね、昔何年もやってたのが本当に何やってたのかなってね、悲しくなるぐらいですね。昔ソフトがなかったんでしょうがなかったっていう部分はあるんですけど、本当にね、なんていうか、嬉しくなる反面、もうすごく虚しさが胸に込み上げてきて泣きそうになりますね。はい、ということでこの辺で失礼いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。